通信障害のみんな中島さんまだ絶賛通信障害中なんだけど私だけですか 3G で生きてるなんか今日すごいさ美,美白なんですけどめっちゃ肌が白いからさ持ってるんですけど美肌効果はバリバリなの今日でもそこは許してくださいちょっと浅すぎて治安が悪いの顔のねでもなんかすごい色が白く見えてさ この赤リップがちょっと可愛く見えるんだけどはあこんくらい色が白い美人に生まれたかったわエフェクトっていうか美肌効果だけ今日はがガンガンにつけさせてもらってマックスですそうだから今 w i フ f i でやってるんですけど 3G これはさ 3G だとさ今日公園来ていけないんだけど困ったよみんな助けて <laughs> 昨日も夜の10時とか電話つながらなくて。 朝つながりました今日ちょっと寒いですね肌寒いまだ半袖で寝てるのかって感じなんですけどやばいよ荷造りせずに寝ちゃったやばいです髪の毛の広がりがやばいしこのさ、うん、もわって 今日日も一日頑張りましょうあの見てください水袋にならなかったよみんなやけどんところなんかね痛くもない今んとこ超良き <laughs> ね寒いめっちゃ今寒いめっちゃ寒いメイクしてないですリップしか塗ってないリップ塗らないとちょっと配信できる顔じゃないので もうメイクはしなくても加工という世界が今あるのでなんとかなるんですよ <laughs> やばいですそうあさ明日明日,明日も一部だから朝も用意する時間ないし今日公園帰ってきてからもう絶対絶対死んでるじゃん <laughs> 何を持っていくか整理しましょう16日の服 16日は私服だよね。だから16日は着ていけばいいじゃないですか、私服を。でしょで、パジャマでしょ。で、17日はセーラー服でしょ。で、17日に着て帰ってくる服を持っていけば、あと靴でしょ。そんなもんかな。そんなもんだよね。いやー、マジやばい。 んんなもんかないるものって何がいるかないやみんな優しい優しいありがとうでも今日は加工しますセーラー服で新幹線はもさないで京都行っちゃった時に恥ずかしいからやめときます 皆さんへの愛はもう常に私持ち歩いてるんでみっちゃんアバターもらえたんで報告ああやったありがとうございますおめおめフズドラの三両ガチャでクロミちゃん引いた私持ってる誰かも引いてた川島かないや違うかもしれない誰かも引いてたよ違うハゲちゃんだ そう、特会の服は日和らずソってで着れるのですねいやわかんない明日どの服で行こうか今まだ悩んでて2択で悩んでるの <laughs> でそう、そ,その2択さえ決まれば全然いけますセーラー服のみーちゃんに会いたかったな長崎でもまたセーラー服じゃないかもしれないけど次のシングルの途中には明日どっち着ようかなみたいな 明日リタイしてねって言い回ったんだけどさこの,この辺に住んでる方にこの辺にっていうか愛知県に住んでる目のファンの皆さんにねでもさ愛知県に住んでるファンの皆さんがもしあしたさ幕張まで遠くかえに来てくれたらさ見れないよねって思ったんだよね途切れ途切れるになるねちょっとさ 3G さんだからさ頑張ってもらうしかないんだ 主権さんこんにちはじゃないおはようございます SK ホテイ時キューキメス16歳なちゃんこと中須美恵ですイえイえ。ェサンマーバター当たったよおめでとういやいいです中坂もうもう一人出たんですよねアナんちゃんでして止まるんだやっぱどうしようねどうにもならんのよ 仕事戻るねね頑張って、ね、<laughs> みんなからのコメントも止まるのであんまり結構ラグいのかな分かんない <laughs> あなんちゃんいいないいでしょう,そうあなんちゃんとおしりんさんでした そっかおしりんさん出たよっていう報告みんなにしたと思ってたらしてないのかおしりんさんとあなんちゃんだったよあ見れてるよかったよかったいやそうですね 自分も昨日22時前にスマホ不調が2時間くらい続きましたねちょっと昨日難しかったみたいです電波がでもなまあまあまあ乗ったから大丈夫です私のお父さんもお母さんも携帯全然不調にならなくてあの同じ同じなんて言うんですか携帯会社さんなんですけどちょっとへえってなりました長ちゃんのアブター出たあありがとうございます 意外とでも出ないもんですね。やっぱ60人もいるからね。だからさ、聞いてください、皆さん。素晴らしいことが起きたんですよ。あの、昨日のショールームを見てくれた方ならわかるんですけどあの、大徳さんのドラマの告知を先生にしたいみたいな話をしたじゃないですか。それでもう伝える手段ないんですみたいな言ったじゃないですか。そしたら、なんと、 なんとなななとハゲちゃんの兄弟がその私がの元担任が今担任なんだってだからあの赤ちゃんの伝言を伝えますって言って紙に書いて伝えてくれるみたいですやばーいもう感動したくらい優しくてやばいです また1番目はおルーさん60番目目は60えー、やっぱかぶらないんですねおはよう今週末晴れるけど週明けは雨で気温も下がるらしいそうなんだだからどおりで寒いんですねハゲ <laughs> ちゃんっていうかハゲちゃんとハゲちゃんの,その兄弟の方にあのシェイシェイって感じでもう感謝感激でございますハゲちゃんは昨日夜遅くまで勉強していたのか何をしていたのかでもなんか昨日の えなんか普通に平日で学校行ってるのに携帯触ってる時間が11時間だったのがちょっと私には引っかかるんですけど、まあ、多分勉強いっぱい頑張ってたのかなと思うので応援したいと思います <laughs> そういえば10月31日の1部と2部が完売してたそうありがとうございますだから30日のコスプレを予告しようか悩んでるんだよー いや先生は多分配信見てないですね家族サービスをしておると思いますてかしてて会ってほしいです行ってきますだっていってらっしゃい頑張ってね <laughs> 31のトークが一部二部買おうとしたら完売していたピエンそうありがたいことに初の二部完売ですええー、感謝感謝 携帯でオンンライン授業の可能性もいやハギちゃんは絶賛テスト期間中で今日がテスト最終日なので勉強しなきゃいけない日なんですよ昨日はそうそう。まあまあ、ね、いろいろやっていただく身としてはあのもう上がらないんですけども同じ高校生としてあの早速勉強してほしいなって思いましたね。<laughs> そう本当にすごいよね本当だよもうみんなに頭が上がらないよなんかいい感じに多分今こう1週間ごととかじゃないですかそのこう2日間に一部は完売してるっぽくてありがたいことになんかもうほにありがとうございます頭上がりません希少なうだって遅いやん テスト中にもとかハゲちゃん,ちハゲちゃんはもうなんか全然勉強してる感がなくて遊ぶことしか考えてない気がしまする「にゃにゃテスト終わった遊ぼう」みたいな「<laughs> 遊ぶ遊ぶ遊ぶからテスト頑張って」みたいな <laughs> そう毎日言ってる何かおととくらいはテストなんかテスト1日目終わったみたいなテスト1日目終わったから鳥も遊びに来たみたいな わかんないその感覚みたいな2日目はしたでしょって <laughs> 切実に思いましたで思ったんだけど中坂中学の時にテスト期間中っていうかテスト前日にハギちゃんと普通に2時間くらいゲームしてたから、ね、人のこと言えないんですよね <laughs> そうだからちょっとびっくりしましたけど <laughs> そう,そう普通な普通じゃないけどさあの私も共犯でした <laughs> えそうテスト終わったら遊びたいんですよねもう6月から遊んでないかないや7月から遊んでないですね <laughs> だからもう3ヶ月遊んでない覚えてます覚えてますちょうど七夕あたりに遊びましたねえー、どう思われてるんだろうわかんない全然気にしたことがなかったです あんま頼れない存在だと思ってますわがままだし、まあ、こう見えても小学校の頃は元副会長をしてました学校のトップ立っててくさ正義感も強かったですね人一倍。 もう中学校になってからめっちゃ陰キャになって全然そういうのやらなくなったみんなに「いや中身中副会長やってたのかやりなよ」って言われたけどでもよく考えたら中坂がその副会長やって言った時の会長ですらあのー、そういう生徒会に入ってなかったから普通なんだなって思いました。<laughs> 独占してたでもね結構あの恥ずかしがり屋だったと思います恥ずかしがり屋だったわけじゃないんだけどあのはい言い寄ってる感じでしたみんなおはようそうなんかさこう何のイベントかな1年生を迎える会か、まあ、1年生を迎える会っていう会があったんですね小学校の頃で。それはなんか新入生の子たちがこう この学校楽しいと思ってもらえるようなあのなんて言うんですかまあ、ちょっと催し物をするみたいな <laughs> 感じだったんですけどなんか結構私ひよって何もしなかった裏方の仕事したんですけどあの他の生徒会みんなでちゃんとやってましたなんか芸能人さんのものまねしたりしててはい すごいなと思いました。あその頃の中さかあのそういうそういう生徒会とかで目立つのは大好きだったのに人前でたあの何かするのはにできで,できないタイプでしたね。<laughs> そうそう。いやアイドルにもなりたかったんですけど。 人前で話すのは一生苦手でしたね日和坂日和たるついろでもなんか普通にあれです小6の時にダンスクラブ入っててサッカー部だったんですけどなんかクラブ活動もあったんですね各週火曜日よう覚えとるわそれで なんかダンスクラブでなんか全校生徒の前でダンス披露したことありましたハブルズのつゆみさんのものまねとかはやってるの生徒会メンバーもいましたまあや,やってないです裏方だったんで <laughs> でも小学校最後の学芸会は主役やりましたあれーでもこういうところは目立たないと ななタイプですなんか私は、えー、これ昨日お母さんに話したのかななんかそういうさ文化祭とかさあの何て言うんですか体育祭っていうさこの一生の青春に残るさ日ってあるじゃないですかそういう日はあの目立ちたいタイプなので例えばなんか体育大会とかのあの何、ー、て言うんですか目玉競技というかこう目立てる競技って例えば。 最後の方にあるリレーとか長距離とかって結構 <laughs> まあ目立つじゃないですか競技的にリレーとかそれの辺はあとは 100m200m とかは何か何が目立たないとかそういう話ではないんですけどまあ私の学校だったらあんまジャベとかあの走り幅跳びってこうあんま他の人に見られることがなかったから結構スポーツ苦手な子が立候補してたんですね。 でなんかそれに引き換えてやっぱ 800m とかってめちゃめちゃ注目がいくわけですよ <laughs> だからその注目がいく競技を私はやりたいわけですねで1年生の時もちょっと2年生は参加してないんですけど3年生の時もあのー、目立ちたいから私はちゃんと大型競技に。 立候補なんか「え私なんか無理だよ」みたいな,なんか言われたりして最初 800m は中身がやるべきみたいな雰囲気にもされたんですねクラス全員に「800m は中身だよね」みたいな「えみたいな私に選ぶ権利ないのかって思ったんだけど、まあ、でも「800m って目立つくね」みたいなこう冷静に考えた時に「え目立つな」と思って。 でもとりあえずここはじゃあお年寄るよって言ってもかっこよくないしとかっこいいけどなんか嫌だしと思ってえ私全然800とか走れないもう全然だって私帰宅部だよ絶対入ってさあの部活入ってる子だって無理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 えそれこそ陸上部の子走った方がいいんじゃないみたいなえ私ほんとに長距離無理無理だからさ私じゃない方が多分いいと思うんだけどっていうのめっちゃやってやでも,えで,もでも中宮が いいと思うみたいになって中めがやりましたイエーイそう <laughs> いやなんか 800m 走るのはまあぶっちゃけ嫌だったんですよ長距離本当にねなんか別に短距離も好きじゃないけど長距離も疲れるから好きじゃないから <laughs> でもなんかも800って目立ってるなって思ったらなんかね頑張れたよねあ <laughs> 私今目立ってるって思いながら走るんですよ幸せですよ、はい、同級生誰も見てないから言うけどさ 気をつけていってらっしゃいありがとう <laughs> そうそんな感じで生きてたんですよねあれ今日十五分のテロップ出ましたか、ね、全然気づかなかったいやでも出てなさそうだな 大貢献したのにはぶられた中一の秋あそれはでも 400m は最下位だったか仕方ないテルプ出たんだ全然気づかなかったわごめんごめんそうでもなんか応援合戦はのドセンターで踊ったんですよね一番貢献した記憶は自分の中であります <laughs> でも打ち上げには呼ばれませんでした <laughs> はい 中2はなんか。そもそも参加してない。中3は楽しかった。なんかたまにでも中1がまともなまともにんまともに学校行事をちゃんとしてたのが中1だったなって思う。中2はまあ、でも意外とあのアイドルしながら、いろんな活動。あの学校行事参加させていただけてたので、あの野外学習も行ったし。 合唱校も出たんですけど体育祭だけ出れなくて2年生はね中3は修学旅行も体育祭も出れたんですけど文化祭がなくなるってそう、まあ、ちゃんとガチ真面目に学校行事してたのは中1でしたね学校の体育祭に打ち上げてあるのかえなんか個人的にやってたんです結構みんなでじゃあクラスで集まってやろうやみたいなそうあったんですけど、まあ、そもそもその,その話をするグループにすらいなかったから私 じゃ終わるねごめんね朝だからナッキーさんはっぱ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 世界遺産はっぱナッキーさんレインボーシルルルンさミドルナルマシルルルンサ秋だね秋だね秋だねかわいいかわいいかわいい風船ママさん秋だねかわいい。 シル,ルルルンさんコスモスコスモスコスモスキラキラ星さんレインボーシル,ルルルンさんコスモスワンワンさんハっぱ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 はっぱシル,ルルルンさんコスモスハムスターさんコバンブルドッグさんハっぱ世界さんハートありがとうございますイェーイ今鼻がズーズーしてますでもやっぱさ目立ってなんぼやなって思いますなんか本当に中3は死ぬほど楽しかったな なんかさ。はい、学校生活って最高ですね。高校も頑張ろう。友達作り。<laughs> はい、頑張る。難しい友達作るの。イエーイ。では。今日の七十三位は。ディケデケデケ。<laughs> 麦わら帽子のアバターの。さんです。ありがとうございます。 ありがとうございますには2時から読めます <laughs> いきまーせーの天使のしっぽさんイーカーさんキラキラブスさんピーピーフーピーさんヒヒさんハムスターさん sk のクーマンさんありがとうございますやばい声が声がかすれるくらいなんですけど今。 声がかすれるくらい私はここから叫び続けた人を愛するための筋肉のダメージあカサカサです声がやばい13位3ありがとうございます元気娘12位3ありがとうございます正解は丸い11位3ありがとうございます SK のくまさん あー変わっちゃった変わっっちゃったよ73位も変わってるかな変わったね今日のな2人目の73位は SKEY のだるまのアバターのフフフさんですありがとうございますありがとうありがとう今20位から読むよいきますせーの あもう一回、あ、いあいやキラキラブスさんチーカーさんリースさんヒヒンさんハムスターさん SK のクマさん中ー,ーさんありがとうございますイエーイありがとうございます13 <laughs> さんあ,ありがとうございます SK のクマさん12 <laughs> さんあ,ありがとうございますここで一発 十一いん3ありがとうございます。元気ますね。十一いん3ありがとうございます。キラキラスマイル。9いん3ありがとうございます。ルルルル8いん3ありがとうございます。正解は丸い。7いん3ありがとうございます。ブルブルブルドッグ。6いん3ありがとうございます。ピッピーフユピ

せーの、あちこちどちなきさん。ということで、ありがとうございます。<laughs> では、ちょっと15分じゃなかったんですけど、まあ、まあ、多分大丈夫ですね。2228人の皆さん、配信見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星ギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったら、メールブログのチェック、大富豪とールーインムのフォロー、t ターと Instagram のフォロー、m e m のチェック、よろしくお願いします。それでは、終わります。 せーのバイチャーじゃんけんふん始めてはい今日の合言葉は公演頑張るぞバイバイ見てねみんな <laughs> 今日の公演見てねいや、こっちらこそありがとう見てくれて